さあ、じゃあ行きましょうかね。そっか、ここで料金所があるからな。まあ、ETC 専用に入るやな。便利。お、出たー。やったー。あ、これね、なんとね、いろいろ方面、はい、直進です。その先521なりです。ほう、これは半縄の方に行かないと。多分和歌山行くんだったらこれ曲がっていくんでしょうけどね。この先に喧嘩になります。結構細かく案内出ますね。パチパチパチサービスエリアって、まだ全然気がつくの。左側の車線があります。ご注意ください。あ、ご車線がなくなるんだ。なかなか変則的な合流の仕方ですね、これ。後半車線のところに合流車線がやってきて、そのまんまこの後半車線も終わっていくと。まだまだ藤井寺か。左阪神高速の方じゃなくて左の方面。はい、そういう感じ。
ブスキー、キラリのです。その先、キャスティング宮殿、直進です。そうね、なんですね、すごいカーブですね、へぇ、なんで実験が来ましたみたいな。入らなかったんや、速度。だから40キロ制限のところっていう認識だったんでしょうね。間違えたー。